皇王,子皇王が門の中に現れました。逮捕は西方の諸行を率い、黄門の左に入りました。筆子は東方の諸行を率い、黄門の右に入りました。彼らはみんな、黄色と朱色の服を身にまとっていました。貧客は刑と兵を持参し、言いました。神たちは一二神がお守りするものとして、 土地を立てまつげる勇気を持ちました。そして彼らは再びお辞儀をし、頭を下げました。王はその礼に応えてお辞儀をしました。逮捕と税迫が進み、互いに挨拶し、再びお辞儀をしました。そして彼らは言いました。敬意を持ってお知らせいたします。後天は大いなる陰の運命を変え、ただ州の分部のみが有利を受け継ぎ、西の地を治めました。 そして、新しき王は執公と共に報奨と罰を調整し、その功績を確立し、後の人々に伝える用意ができました。今、王様はそれを尊重されています。皇典は六軍を揃え、私たちの公祖の加盟を壊しませんでした。王は言いました。諸方の公、春、段、A の諸君たちを、私は一人、君主に対する報告をしに来ました。 かつて君主である文武王の時代、国は豊かで、災いや苦難はなく、生に至るまで、彼は天下において信頼と明晰さで知られていました。その時、彼には熊や虎のように勇敢な将軍や忠実な臣下がおり、王家を守り、神聖な使命を果たしました。皇天はその道を教え、司法にそれを広めました。そして、皇爵を任命し、国を治め、 後の世代に継がせました。今、私は父の兄弟たちである一二白父に、私の先代の王に仕えた忠実な臣下として、先代の王に仕えるように頼みます。たとえ身体は遠くにいても、私の心は王家にあり、あなた方にはその才覚を守り、失うことのないようにしてほしいのです。軍校は皆、この命令に従い、お辞儀をして退出しました。 王は勘を取り、模服に戻りました。